今ガンを取ってます。取れるか取れんか分からへんけど。もう僕らもう同じですね。おまかせするしかないんで。もいやそんな私も分かりませんね。こんなもん。ポリープいうポリープがあっちもこっちもでしたもんね、はい、もうこれで最後やなと思って脳の中に真ん中に3つもありましたから3つ4つもありましたやろ、はい、下垂体あって視床下部あって視床があってそれからエンジンがありましたから4カ所ありましたな、そこの真ん中に、はいはい、これそれでもう終わりかなと思ったの。終わりかなと思ったらまた電話でしょ、で今度は大腸でしょ、はい、今度はもう特別の大物ですよ。もうこれで終わりやなと思って、まあまあ一応刑事の人にも聞いたんだけど、はい、でも多分終わりでしょ今の話だとね、先から返事してくれたから、はい、うん、もうこれで終わってほしいですか。ほんまにもう大変疲れました。そうなんだ。これは今ちょっと力貸してくれって1回で取れますかって言うと取れないです。そう、力貸してくれません。貸してくれない。なんで貸してくれないんですか。何か理由があるんですか。ない理由ない、そういう力があるんですか。そういう力はないんですね、うん、あ、そう、そういう力は持ってあるもんですか。持ってない、うん、そんなもんなんですか。そんなもんなんですか。あ、知らんかったです。私はそういう力もやっぱりあるんかなと思いましたけど、うん、そしたらそれがあったら人に頼む必要ないですよねっていうのは、それはそうですね、うん、その通りですか、それピンポンですかって、ピンポンですって、うん、それ 99%、100% ってそんなもんなんですか。この人はそのいい方に、まあ、力を使えるんですか、ね、悪い方には力を使える自分、それは悪い方は自分ですかって、自分にかかってくるんですかって、かかってきましたよ、あなたは。だから悪く考えたら、うん、あなたの体に悪いことが起きますね、うんうん、そうですね。それはあれみたいですね、はい、そうなんです。だからこれからも、はい、何かあったら教えてくれるんですよ。教えてくれる。この人にだけ教えてるんですか、はい、他の人に教えてますか。教えてる、はいはい、それは、この人の家族ですか。家族ですか。それは誰に教えてるんですかって、奥さんですかって、いいえって、娘さんですかって、上の娘さんですかって、いいえ、下の娘さんですかって、はい、下の娘さん違いますねって、いや違います、はいはい、下の娘さん教えてって、あ、お母さん教えてます、 おばあちゃんも教えてますかって、教えてない、お、はい、ということは家族で何人してるの。1人2人ですって。それ以外の人に何か数字化してるんですか、うん、出してませんって。なぜ2人に出すんですかって、それは彼らが敏感だからですか、感覚があるからですか、うん、そしたら上本町。だから血圧の上がり下がりしてるのもこれ原因なんですよね。ちょっと待ってください。上本町。血圧が高いんでね、110なんですよ今。血圧上がり下がりしてるのは、この原因ですか。血圧のシラスですか。シラスですか。そうですね。シラス何パーセント、シラス。10、20、30、40、50、60、70、80、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100% シラス。血圧を言うたら病院に行きますけど、病院って血圧だけ調べるだけで、そんなんがん分かりますかって、分からない。でも病院行ったら何とかなるということですかっていうか、そういうこと。それが97、98、99、100%、病院に行かそうとしてるんですね、はい、でも町医者行くか分からへんのに、それが分からへんのに、それでも血圧上げたり下げたりするんですかっていうか、そうですって。とにかく そしたらこれ、もうこれで全部終わったとしたらですよ、その血圧を上げ下げする必要あるんですか、ない。そしたら血圧は下げるんですか、下げるって出るんですよ。上がるときも下がるときも下が激しいんで、上がるときと下がるときも差が激しいんで、心配なんですけど、それは本当にそのケージだけの問題ですかって、体自体に何かトラブルがあるんですかって、心臓自体にトラブルがあるんですか、それとも何
動脈、血管とかのそういうものトラブルあるんですか？ないですって。順々たるその刑事だけの問題ですか？教えてるだけのことですか？知らせるだけのことですかって言ったら、そうですって言ったら、それこれって今こうやって喋ってますけど、これ私の自分の意見が入ってますか、自分の意思が入ってますか、入ってないって言ったら、私冷静ですかって、冷静です、冷静度なんか97、98、99、100% もちろん冷静ですわし、そしたら別に何ともこの頃になって何とも考えてませんけど、それでいいんですかって言ったら、そうです、今痛みありますかって、な今ないですね、はい、はい、ないですね、そしたら、痛みないということはそれで正しいんですか、今言ったことで正しいんですかって言ったら、そうです、正しいです、今私がさっきから言ってることでそれで正しいんですか、正しいです、97、98、99、100% 正しいですって、はい、そしたらもう絶対その血圧上がりさんがしないということですかって言ったら、そういうことです、それは97、98、99、100% ですって。今までにずっと血圧のをその教えるために血圧上下しとったんですかって言ったら、そうです。でも私が下げた時ありましたね、何回か下げましたけど、下げた時は 何時間かしね、1時間か2時間かしないけど下がってましたけど、それはそれで下がってたんですか、でそれは何のために下げとったんですか、それは あなたが下げとったんですか、下げたままにしとったんですか、それでも必要やから上げたんですかって言ったら、そうですって、その下がったままにしといたら安心するからですか、そう、彼が安心するからですかって言ったら、そうですって、安心させたら問題があるんですかって、そうあるって、安心させたら病院行きますか行かないって、だから安心させないようにしてるんですよ。ずっと行ってますもんね、病院はね、今までこうやって喋ってること正しいんですか、正しいって、何パーセント、97、98、99、100% 正しいって、ということはもうこれでもしか取れたとしたら、がんがなくなったとしたら刑事は出ないんですか、出ない、今まで何回か出ないような物を取ったら出とったんですけど、それはポリープの時点でポリープがなくなったら出ないっていうだけのことですかって、そうじゃないって、で出ないって私が思い込んでたんですか、思い込んでたんですか、いやそうじゃないって、で 出ないって言いましたかって 言った出ないって言いましたって言った、そしたら言ったのになぜ出るんですかって言ったら、そう分からない、どういうこと、言いました出ないと言いましたって言ってない、言ってない、それ自分私が勘違いしてるんですか、私の問題ですか、97、98、99、100% の私の問題です、それは私だけの問題ですか、ということは自分で思い込んでるんですかって、思い込んでる、もちろん思い込んでますけど、まさかそんなにたくさん病気があると思って、そしたらとりあえず今どれぐらいの大きさまでなったんですか、2.3 までなる、はい、次やったら今やりますかってやるの、次やったら 2.3 なくなりますかって、なくなる、そしたら、なくなるんなら痛みを出さないでください、なくなるんなら痛みを出さないでください、なくならない、がんがなくならないなら痛み出してもらえますかって、今から、10秒以内に出ます、5秒以内に出ます、1秒以内に出ます、5秒以内に出ます、1、2、3、4、5、痛み出ました、出てない、出てないですね、出てないね、なんで今まで痛かった。